29歳、元重量挙げ日本代表でして、全日本3連覇、世界選手権で3位、アジア選手権1位取りましたが、精神的に病んだ時期に実証行為で、大腿四頭筋断裂してしまい、上頸靭帯炎、ランナー膝になり、一度復帰して地方大会で4位まで落ちました。今はバカなことをしたと後悔していますが、高に輝いていた時との落差で試合会場で泣いてしまいました。頑張って無理せず練習すれば戻ることはできるでしょうか。まあ、戻すことを念頭にやってんだったら難しいのかもしれないなと思うね。あの頃が良かったなとか、ほらさ、スポーツってさ、そりゃ浮き沈みあんのよ。精神的にね、病んじゃったからそういうことしちゃって、それはもうしょうがねえけどさ、じゃあそれで大腿筋が切れたり膝がダメになったりしてさ、競技力が落ちたとするじゃない？で、落ちたらさ、もう自分の人生の価値がその記録と一緒に低下するとかさ、もうそこにしか人生の価値がないって思ってる時点が俺は良くねえなと思うね。スポーツなんてさ、人生のいろんなことあるならもう一部分じゃん、そんなもん。他にもさ、いっぱいやらなきゃいけないことあんのよ。お仕事したり、人と付き合ったりさ。で、その、どれにもさ、スポーツと同じだけの喜びがあるはずなのよ。素敵な人と知り合う、出会う、素敵な仲間を作る、仕事で人に認められる仕事ができる、素敵な商品をたくさん買ってもらうとかさ、いろんなことがさ、スポーツと同じことなのよ。例えば、ある重りのものを持ち上げられるようになるっていうことも、同じことじゃん。いや、それをさ、そこにしか自分の価値を考えられないとかっていうのがさ、俺はスポーツやった意味はそこじゃないぜって思うよ。スポーツでそれだけのさ、工夫と努力を繰り返してさ、アジア選手権でチャンピオンになるようなメソッドを持った人間がさ、そこにしかそのメソッドを活かせない、そうじゃねえだろっつってんだよ。そこがダメだったらさ、俺だってそうじゃん。十種競技で日本一になったけどね、絶望してやめてゴルフ行ったけど思った通りのスピードでは伸びなくて、一旦じゃあここは置いといてっつってさ、芸能界に道を変えて、そこで必要なものを十種競技で学んだようにもう一回準備して努力して日本一なんか未だに慣れてないけど、タレントとして全然慣れないけど、それでも今みたいにいっぱいお仕事もらって皆さんにこうやってさ、お見せできる何かを毎日作ってるわけじゃない？そういうことじゃないの？だ、重量上げでしか自分を測れないあなたが今一番、その原因になっちゃってんじゃない？重量上げ以外にもさ、あなたのそのアジアチャンピオンになったメソッドをさ、たくさん活かして素敵な人生作ってみなさいよ。そうでしょうよ。ちげえの？それすらも疲れたっつんだったらもう休みはいいし。ほんとさ、な、頑張れや。なんとかもう一回、バーベルが重りが上がんなくなったんだったら、バーベル以外の人生にやってくる重りを片っ端から上げ続けなさいよ、本当に。そうでしょうよ。